昭和記念公園の桜が見頃を迎えていますが、3月最後の週末はあいにくの雨。でも雨なら逆に人が少なくてゆっくり静かに花をめでられるだろうって思って、雨の昭和記念公園に行ってきました。思った通り人が少なくて、しっとりと春の雨に濡れる桜が綺麗でした。あと桜を見た後に昭和天皇記念館に行ってきたんですが、こちらも良かったです。館内は撮影禁止ですが、昭和天皇の写真や映像のみならず、実際に乗っていたあのね、菊の紋章が入ったミスタープリンスの車だったりとか、学習院初等科時代の制服だとか、まあね、実際使用された食器とか、あと直筆のね、書や熱狂性なんかもね、まあ、盛りだくさんでかなり充実してました。あと小さなショップでは、あの菊の御紋のね、入ったね、牛革の長財布とか小銭入れ、お箸とか鏡とか、そういうグッズがね、販売されてます。で、このね、菊の御紋の長財布は、私の知人のお金持ちが結構持ってるので、実はずっと狙ってたんですよ。では、雨の昭和記念公園の映像をご覧ください。雨なのに、昭和記念公園です。雨なのに、昭和記念公園に向かう人がちらほらいます。桜を見に行くんでしょうね。目指すのは桜橋です。今陽光っていう、ちょっと濃いめの桜が見頃だそうですので、ちょっと行ってきます。雨だけあって人がいないお一人様には最高です。まあ、向かうのはこのふれあい橋を渡って、この桜橋っていうところ、このザンブリ川沿いの陽光っていうちょっと濃いめの桜がすごく見頃っていうことで、でこの桜橋の上からだとこう正面に結構綺麗に見れるっていうことでね、ちょっとここに向かいます。満開、ちょっと葉っぱがもう出てきてる。なんかザンブリ川、あ、見えてきた。あらららららおお、ああ咲いてる咲いてる、綺麗綺麗、あーすごい綺麗、おお素晴らしい。この陽光、この色がピンク色のやつが陽光っていう種類だそうですね。あー綺麗ですね。で見てください、あ、こっち側も綺麗かも。おお、しかも人がいないほとんど、まあちょっといるけど、ああ綺麗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 、あららららららら ら, ら、おお素晴らしい。これかわいい。ああ、こうね、なんか、おお素晴らしい。やっぱりお一人様、わ、雨の日がいいな。電車が通ってる。あ、いい絵が撮れた。もういいか、もうちょっとかな。でもすごい綺麗。あ、綺麗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 。あ、素晴らしい、嬉しい。あ、綺麗。綺麗。これ下を歩くとまた綺麗だね。ちょっと下行ってみようかな。あれが桜橋かな。ちょっと下降りてみよう。下に降りるには、ちょっと下へ降りるにはどっちかな。こっちはなんだ。川沿いの散歩道、これこう行くのか。こう行って下降りて、おお渡って、あ、あそこがさっきのふれあい橋で、おおこっちに、おお見える見える。いやー、この雨でね、また散っちゃうだろうから、こうやって、いやー静かでいいですね。これはね、
雨の日はお一人様向けですよ、ね、あーおう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 、あ、きれい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 。ちょっとこの桜のトンネルの下を歩いて、あれ、あ、ちょっとどうする、嘘、知らないだけかも。あー、ちょっとこのね、あ、でもね、もうちょっとね、散っちゃってるよね。あ、いやー、きれい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 。ま、でもギリセーフって感じか。陽子はね、もうもうね、散ってると思う。あー、かわいい。色がやっぱりきれいですね。色がすごいきれいで、この水滴ね、この雫がまた美しい。きれいきれい、しっとりと、しとしと雨が降る中、桜のトンネルを歩きます。おお、このね、広い花も川沿いの散歩道。この辺は本当ソメイヨシノがすごく綺麗。あ、すごいすごい、ソメイヨシノが。あ、ここからの眺めもまたまた。あ、ここも桜のトンネルだ。これはすごい、ソメイヨシノ。あ、これは今いいな。ソメイヨシノはいいですね。なんか見ごろ見ごろ。あ、これ天気良かったら本当にね、もう人でね、家族連れとかいろんな人で溢れてたと思うけれども、いや、すごい貸し切り感。ちなみにここは旧桜の園ってとこだ。旧桜の園、黄色い花も綺麗。あ、人がいる。あ、でもあそこの陽光も綺麗だな。ブリスが鳴きましたよね。この水滴が、でも綺麗綺麗、まだ綺麗。これ綺麗に咲いてる、散らないで。あー、すごい綺麗この木は。うん、綺麗綺麗。おー、いいね。やっぱこのくらい色がついてる桜もすごい綺麗。雨宿りをしよう。できんのかな。今この原っぱだから、この桜のその、あ、この原っぱ沿いの、原っぱ沿いを行けば桜の底に園に着くってことか。っていうか、すごい立派な木、この木。おお、なんか木登りをしたくなってしまう。なんかちょっとトムソーヤとかハックルベリーフィンみたいな。あ、すごいすごい、なんかこの形。わあ、ハックが家建てるそう。あ、このソメイヨシノもすごいでかっ。これは1本結構でかいんじゃないの。あらだ、
あ、めっちゃでかい。これ1本？あ、っていうかすごい大きな木だな。あ、立派。あ、すごい立派な桜の木ね。根もすごい。樹齢何年なの？さすがにね、日曜日だけど雨だからやってないっぽい ね。これね、天気良かったらここでたくさんの人がね、花見をしてね、ご飯食べてね、ビールなんか飲んじゃったりしてね、やってたんだろうけど。あれが桜の園？もしかしてさっきの売店があって、ここ桜の園だから、あれ売店、あの向こうが売店、あ、あれだ、あれが桜の園だ。なんか結構人がいるっぽいな。雨なのにね、考えることは一緒だな。原っぱ西花畑だって。あー、4月中旬から5月下旬になるとブーケか、まだ早いんだな。チューリップが綺麗だ。まだ奥の方はつぼみだな。あ、ここまだね、青いけどブーケが、あと1ヶ月、2ヶ月後ぐらいか。あ、これ見事だろうな。でもちょっと早咲きの花がフライングで咲いてる。桜の園か。桜の園っていうだけあって、おお、見事見事。あー、綺麗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 。あ、ここも綺麗。お、もうちょっとだな。まだ満開じゃないんだな。8分くらい。お、なんか向こうに黄色い花が。お、あれはなんだ。結構でもね、雨の中ね、こう桜の前で写真撮ったりしてる。この下はシーツメグサ、シロツメグサの花が咲いてるさ、向こうにいますか。で、若い人はこの歌知らないけどな。桜、ピンクの桜の中に黄色いお花畑。あれ、あれ菜の花だな。菜の花。菜の花っすよ。で、この、おう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 、きれい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 。あ、菜の花の香りがすごい匂う。カゴってなんか、お、店内放送か、店内放送か。ご入園の皆様にお願い申し上げます。お手持ちの時はお持ち帰りいただきようご協力ください。はい。お茶箱は灰皿のある出てないし。お願いします。あー、きれいきれい。お子様をお連れのお客様は、迷子にならないよう、お子様から
お、虹が花の蜜を吸っているこの雨の中。ああ綺麗。お、英語だけじゃなく中国語でも園内放送。これは韓国語？ハングル語？黄色と薄いピンク、桜と菜の花のコントラスト、美しい。雨にしっとりと濡れて、いやーいい感じですよ。雨の日は雨の日ならではの花のめで方があるんですね。こんな天気にもかかわらず、割とね人がいるしね、ちらほらと。それだけ魅力のある場所だってことだ。お、あそこのキッチンカー、あのロングポテトはやってる。やっぱ桜だから需要がある。あ、ハンバーガー、ハワイアンハンバーガーだって。おお、なんかあの店もやってるっぽい。あ、人入ってる。やっぱり桜の近くだから。どれ、ここはやってる。フルブランチ。桜を見たら、なんといってもやっぱこの昭和天皇記念館、ここ見とかないと。はい、 1.9 キロ徒歩で向かいます。おー、立派な噴水だ。ここにも、あ、ここになんか満開の椿が。おう、雨なのに運転してるんだ、あの電車。電車じゃないけど。乗ってる。パークトレイン。昭和天皇記念館に行くには、一旦有料エリアに出ます。でなんかもし再入場するようだったら再入園券っていうのを渡してもらえるので、それをもらってこれを見せてまた有料エリアに戻ったら入ることができるっていう感じみたいですね。私はこのまま立川に抜けてもう戻らないかもしれないし、もしかしたら戻りたくなるかもしれないので一応もらっときました。これが緑橋だ。ここを渡ると、そうそう、この下がね、そうそう、車通ってるからね。で、この昭和天皇記念館に菊の紋章の川のね、本物の川の財布が売ってて、で結構ね、私のね知り合いの金持ちがね、みんなそれ持ってるんですよ。だからね、ちょっとね、もしあったらその財布もゲットしたいっていうね、金持ちになれそうな財布なので、それもねあるかどうかちょっと見ていきたいと思います。まあ、お財布以外でもちょっとずっとね昭和天皇記念館っていうのが私行ったことなかったから初めてなのでね、ぜひ一度行ってみたいと思ってたんですけど、はばからずとも今日それ願いが叶えそうで嬉しいです、この雨の日にね。ではちょっと行ってきましょう。疲れたがある。あれを下れってか。これを下るのかな。よし。では下ろうではないか。よし。おお。ここだ。よし、入ると。
昭和天皇記念館見てきました。なんかあれだったんですね、あの昭和記念公園のチケットと投資券があってセット券があって、そっちだと200円ほど安かったみたいです。まあでもなかなかあの見どころがあって、中はねそんなに広くなかったですけど、結構あの本当に昭和天皇が使ってらしたあの、まあ、食器ですとか、あの学習院初等科時代の制服であったりですとか、あと貴重な映像であったり、すごいねあの、あ本当に、ね、あの日本のためにいろいろ尽くされた昭和天皇のこう半生といいますかね、が見て取れるような展示物がたくさんありました。で意外ともうあの空いてるので、割とその館内の、ね、係の人がすごい丁寧に説明してくれるので、結構たっぷり1時間ぐらい見てたかな、すごい良かったですね。でもうリピーターの人が飽きないように、まあ、年に何回か定期的にその一部展示品の一部をこう変えたりとかしてるみたいですね。だからあのまたねあのこれっきりっていうことではなくて、また時間を置いて行ったらまた違う展示物があるっていう感じで、でこの昭和天皇記念館ってあのクラウドファンディングで作られたそうなんですね。決してあの税金を使ってっていうことではないみたいです、昭和天皇記念館を見た後はもう立川の方から出て、立川の街でね駅周辺で、まあ、買い物してから帰ろうかななんて思ってたんですけれども、まあ、この雨でもねちょっと立川の駅の方は混んでるかなと思ったら、ちょっと人混みは面倒くさくなったので、またねこの有料の方に戻ってきて、有料エリアに戻ってきて、でこのまま西立川駅の方に向かって西立川から帰ることにします。なかなか雨の昭和記念公園もなかなかいいですね、おつな感じでしたね。で昭和天皇記念館に行かれる方はセット券を買った方が200円安くなるので、私知らなかったから今回セット券じゃなくてバラで入っちゃったんですけど、まあそれでも1000円しないくらいなので、まあそんなにねあれ損した感はないんですけれども、セット券の方がお得なので、もし来られる方はセット券で来てみてください。それではありがとうございました。これがねあの菊の紋章の長財布なんですけど、これ本当は5色、6色あるんですけど、このなんか在庫が今回シルバーしかなくて、でもこのシルバー可愛いのでね、シルバーお買い上げです。これ本物の牛革は1500円です。で、これがあの小銭入れ、これいくらとか1000円ぐらいだったかな。これもね、菊の紋章で、これは黒にしました。これがね、可愛いんですよ。このミラーなんですけど、ね、鏡です。鏡でこれがねあの箸、これここにもね菊の紋章入っててね、見えます、このフクロウがかわいいでしょ。これでね500円、ね、なかなかいい、このねこれお金がたまりそうな本当にこの長財布です。お金持ちね、私の知り合いのお金持ちみんなこれ持ってるんですよ、私もお金持ちになれるといいな、満足です。よかった、買えて。